AVF 開発計画スーパーノバ計画のコンペティションにて YF21 に勝利した YF19 を正式採用した量産機であり、一般のパイロットでも十分操縦可能でありながら従来の主力機を凌駕する総合性能を獲得した高性能 VF。 今回は VF19 エクスカリバーを解説していきます。開発の経緯。スーパーノバ計画で開発された YF19 は一般的には VF11 の発展型と考えられています。性能のみを追求するだけではなく、整備性、拡張性、現場から来るであろうリクエストに対応できる柔軟性の保持を考えつつ、実用化が難しいといわれる前進翼を採用するような斬新さを備え、次世代 AI の先駆けとされる高性能機体制御 AI アリエルを搭載し、当時の技術の全てを統合して開発された高性能 VF と言えます。当時新統合軍内では有人機派と無人機派が内部で対立していた状況でありましたが、シャロンアップル事件でのゴースト X9 の暴走により無人機派の勢いが完全に失われた後は、現在まで続く有人機 VF の正式採用の流れが完成することとなります。有人機派の中でも YF21 に搭載された BDI システムのリスクの高さを懸念する声が高く、 VF11 の発展型と見ることのできる YF19 の方が信頼性において明らかに有利な状況でした。あとは YF19 の性能が YF21 及びゴースト X9 に匹敵するかどうかが焦点でしたが、さまざまなテスト、またYF21 とのドッグファイトのデータを持ってその点をクリアすることに成功し、2041年2月 VF19A の量産がスタートし、この時にエクスカリバーというペットネームが与えられます。正式採用から運用までの記録。 VF19A の正式採用直後、売り込みのために各植民惑星や移民船団を渡り歩き、デモンストレーションが行われました。その際YF19 2号機はロイ・フォッカースペシャル仕様の塗装を施して参加し、この時のパイロットは同機に関係の深いイサム・ダイソン中尉が自ら志願し担当しました。本格的な量産体制に移行したのは F 型の開発以降2040年代半ばと言われ、2050年代 YF24 系列の機体が開発されるまで世界最高峰の性能を持つ機体として運用されました。機体解説。VF19 は制御 AI アリエルの熟成に伴い高い反応性と信頼性を持つ機体として完成しました。 YF19 と比較し過剰なまでの運動性はやや抑えられていますが、言い換えれば平均的な技量のパイロットが操縦した際に機体側が高度な判断を行える仕様になったということを意味しています。とはいえ VF19 はパイロットの技量を映す鏡、パイロットを裸にする機体とも言われており、その能力を発揮するためには他の機体に比べてパイロット能力に依存する機体となりました。それでは各形態を詳しく見ていきましょう。ファイター。 VF19 のファイター形態最大の特徴は YF19 から引き続き採用された前進翼にあります。前進翼は後にヤン・ノイマン効果と呼ばれる亜音速時の運動性能向上と超音速時における揚力確保を発生させ、 VF19 の高度な機動性の原動力になります。しかし逆にこの高機動性が VF19 の扱いづらさの要因の一つになるため、 VF19 は YF19 に比べスロットルのレスポンスを抑えることで高機動性能があえて抑えられました。対して F 型では高度3万メートルでの飛行速度は YF19 を上回る性能を備えており、正式採用にあたりバランス重視の調整となっています。メインノズルは YF19 と同じく推力変更式二次元ベクタードノズルで上下に稼働します。また VF17 を進化させたプレビューコントロールステルスシステムを搭載。これはフォールド通信を応用し、レーダーやレーザー光が機体に届く直前に機体が特殊波を発信し 60% を相殺するという非常に優れたアクティブステルス機能でした。搭載された FF2550J エンジンの推力は6万キロ以上で VF11 の2倍以上の性能を持ちます。ガウォーク。 VF19 では機体の判断によるオートパイロット機能が突き詰められた結果、地上スレスレの軌道中でも
パイロットは攻撃に専念可能になりました。この変化は大きく、ガウォーク時のパイロットの負担軽減とともに、従来 VF と比較し、戦略の幅が大きく広がることになりました。また、腕部を展開させる必要上、機体後部がやや斜めに持ち上がる状態となるのが特徴的です。バトロイド、YF ジュークと同様、ピンポイントバリアシステムの採用によって装甲の簡略化が可能となり、大型の機体でありながらも軽量で、機動性と防御力の両立に成功しており、バトロイド形態ではその特性が顕著に現れています。肩部装甲の内側や背部ブロックに複数の高機動バーニアが配置されていることで優れた機動性を持ち、アリエルの制御と相まって片方の肩部腕部を失っても格闘能力を下げることなく戦闘可能なタフさも合わせ持ちます。 YF ジュークと同じくピンポイントバリアを勝負に展開して格闘戦を行うこともあったほか、多くの武装を同時展開可能な本形態で密集して火力を集中させる戦法も多く取られました。標準武装、固定武装としては後方対空昇降系ビーム砲、ファイター時はストレーキに配され、バトロイド時には腰部に配される内蔵式レーザービーム砲が2門、ファイター時の側部、バトロイド時の脚部に高機動マイクロミサイル12機を備えています。また手持ち武装として多目的ガンポットも搭載しています。大気圏内外療養ブースター、 VF19 にはオプションとして大気圏内外療養ブースターが用意されました。機体上面のブースターユニットとナセル側面の武装コンテナで構成される装備であり、ブースター先端部にも左右4機のマイクロミサイルランチャーが装備されています。 YF19 のファストパックと形状が異なる理由としては、アクティブステルス技術の進歩で外装ユニットの形状制限が緩和されたことや、ブースターユニットの基本性能の向上が求められたことなどが再設計の要因となったようです。 YF19 のファストパックに比べ、大型化した肩部ブースターはバトロイド時にも水力機関として機能し、重力下において非常に優れた機動性を発揮しました。バリエーション、 VF19 はその拡張性の高さから非常に多くのバリエーションを生み出しました。そのいくつかをご紹介します。 VF19A、 VF19 シリーズ初の本格的生産機、基本性能及び機体形状は YF19 とほぼ同様になります。コクピットは短座式となり、 YF19 に設けられた簡易後部座席は配されています。 VF19B、 A 型と同時に生産された複座型、VF19 への機種転換訓練用として開発されましたが、間もなく VF19D が登場したため生産数は極めて少ない機体となっています。 VF19C、A 型と比較し FCS のアップデートに加え、脱出装置の仕様変更など大きな変更が施され、 VF19 シリーズ中最も生産数が多い機体となっています。VF19D、C 型の複座型、上級士官の長距離護送用等で単独運用されることも多く、各艦隊に複数配備されています。新宇宙で防衛任務に就く機動部隊では重宝されているようです。VF19E、定率初期量産機で、D 型までで得られた運用データをもとに設計変更が施されており、F 型の原型となり、宇宙空間に特化した機体となっています。VF19F、宇宙空間運用特化型として設計された E 型の完成形、主翼形状の変更に伴い、大気圏内で用いる高速飛行形態がオミットされています。VF19S、F 型の派生型、火力向上を図り、バトロイド頭部にレーザー4門を増加装備した以外の変更点はなく、そのほとんどが F 型とともに移民船団を中心に配備されています。S 型の機体は指揮管専用機として使用されることが多く、 VF19 シリーズでもこの伝統を踏襲しています。 VF19P、 移民船団や移民惑星での哨戒任務に適合させ、エンジン出力を抑える代わりに航続距離の延伸を図った機体、民間供与も想定してアビオニクスの一部に機能制限がかけられたほか、制御系統も見直し、結果的に扱いやすさが向上しています。VF19 回マクロス7戦団での VF19 正式採用にあたって先行試験運用された改造機で、操縦性や安定性を重視した VF19 とは対照的に YF19 に近いバランスに基づいて調整されています。搭乗者は
ファイヤーボンバーの熱気バサラであり、後に結成されるサウンドフォースの中核として大きな成果を残します。 VF19 回は今後別動画で解説したいと思っております。 VF19EF フロンティア戦団の新生インダストリー LAI が共同開発した VF19E のモンキーモデル、コクピットは X ギアに換装しています。マクロスフロンティア戦団などVF19E の量産を希望した移民船団があったものの、地球本国は高性能機の輸出に制限をかけており、実現しなかったため、本機を開発したという経緯があります。VF19 アクティブノートング、VF19EF をもとに、データ収集用の実験機として、SMS が LAI から委託を受けて試験運用を行った機体、可変型ウィングレットは、YF21 に装備された OTM 自由変形素材が使用されており、翼断面や翼形を状況に応じて変化させます。 BDI システムやインプラント技術抜きに乗りこなすには熟練の技術が不可欠とされます。以上 VF19 の解説でした。本機は YF19 の高次元の機動性を実現しつつ、多くのパイロットにも運用可能なバランスに調整した高性能機として完成しました。とはいえYF19 のような異次元の機動性を求めるパイロットもいたため、各パイロットが独自チューンナップをして自身の操縦技術を発揮しやすい機体に仕上げていました。2050年代の最強の名を欲しいままにした VF19 の運用データは後の YF24 計画に大いに生かされることになります。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。